やばい、私マインクラフトで寝落ちしておりました。昨日ね、まあいろいろあったんで、みんなと眠城の整備をしてたんだよな、確か。その前はなんかどっか、ウルフさんが作った村を見てたんだよな。で、城の整備に来て、なんか、いつの間にかこの建物に入ってたの。なんで入ったのか覚えていない。寝落ちしてたね。で、朝、なんか家ができてるぞ。なんだあれは。何これ、ちっちゃい家ができてる。何これ。トイレ。トイレかな。トイレっぽい。で、はい、こちら教会でございます。これは、私とシュジュさんが、2人で作りました。ステンドグラフで結婚式場風にしてみたり、でこっちはね、こういうエンチャントできる施設を作ったりと。それから、そうだそうだ、昨日なんかお城をみんなでいじっていたんで、俺が寝落ちしている間にどういう風に変わったのかちょっと見てこようね。よいしょ。花壇作ろうっていう話はどうなったの？一応花壇っぽいのがなんか少しできてるね。なんかお城に2階を作ろうプロジェクトっていうのが昨日突然起きてして、お、階段できてる、すげえ。おー、階段できてるよ、うん、こっちは、前のまんまだね。で、階段でさ、階段上がってみようと思います。どうなってんのかな。なるほど、階段作って屋根張ってるところまで、ここまでか。いや、みんな頑張ったね、すごいな。よし、なんか村の方もどういう風に変わってるのかちょっと見てこい。いやー、昨日結構早くね、寝落ちしちゃったんだよな。なんかね、いろいろあったじゃないですか、おととい。で、みんなでおとといはいろいろ語り尽くしてたんで、そういえば村人、なんかね、村人が減ってるっすよ。この間自分が目撃したんだけど、ここから落ちて死ぬ村人がいるんで、後でちょっとなんか対策考えないと。こっちの家みたいに階段つけるかな。うん。なんかアイアンゴーレム増えてるね。そして、みんなの馬も徐々に増えております。馬は、1、2、3、4、5とね、OK。さーてと、寝落ちしてる間に村がどういう変化をしていたか見に行ってきます。昨日は特に村をいじってる形跡あんまりなかったんだよな。お、なんか水色の羊がいる。おう。あ、あとね、植林場も作ったんですよね。あ、あとね、昨日ちょっと放送し損ねたんですけど、この家の中に昨日匠がおりました。うん。ちょうどね、この辺りの窓のところから見ると、ここにドーンと匠がいたんで、湧き潰しちゃんとできてないのかもしれないね。というわけで、はい、こちら、植林場。頑張ったね。いろんな木が植えてありますね。これで木を取りに遠くまで行かなくて済むようになった。すごいすごい。降りるのがすごい怖いな。ジャンプ。よし。というわけで、昨日ね、ウルフさんが新しい家を作ったということで、家の紹介をします。すごい、でっかい門ができる。門っていうか、神社みたいな感じ。自動ドアで書く。すごいんだよね、この上一体全部一人で整地して。今、港を作ってるらしいですけれども。なんかあっちにも、船。まあいいや、なんか止まってるね。でも小さい家もできてますね。で、噴水があって、このピストンは何に使うんだろう。すごいな。
こっちもなんか家が小さい家がいくつかできてます。で、確かにこの上がウルフさんの家になってるのかな。ウルフハウス。さあ、行ってこよう。おー。家の前には、木が各種埋まっております。あ、植えてあります。もう、石造りのかっこいい家だ。なんだ？おお、かっこいい家じゃないですか。こうやって、ああ、いいな。2階建て。いいな、うちの家も2階建てにしようかな。さて、上行ってみます。2階にも部屋ができていて。おお。おお。おお。よくできてる。かっこいい家だ。いいなぁ。うん。さて、というわけで、まあ、新築祝いですね。はい。さて、行こう。これでいいかな、お祝い。嘘です。撤去してきます。うん。せっかくお祝いとして。そしてね、この家のもう一つの特徴としてはですね、この家の周辺って結構ね、ゾンビ湧くんですよ。で、昨日、みんなで、ゾンビ退治をしました。はい。この辺り、すごい湧いてました。もう昨日、4、5人で来て、やっつけまくったのかな。けれど、やっぱり、いっぱい湧くんで、みんながこうやってお墓を、死んだ場所にね、各自でね、他の人たちがお墓を作ってってね。あっちにも墓ある。あのでかいのが俺が死んだ場所？なんか俺が死んだ場所にもなんかでっかいお墓が作られてる。俺のお墓を見てから。何これ。ちょっと近づく。はい？はい、特にコメントはしません。あれ何？いや、コメントはしません。反応もしません。何なの？さて、というわけでね、この村どんどんやっぱり進化しております。うん、村つうか拠点つうか村つうか拠点だね、みんなの家。うん、これからもね、もっといろいろ作って楽しい拠点にしていこうと思ってるんで、うん、頑張っていこうね。はい、というわけで、みんなの村、みんなの家か、探索してまいりました。昨日からの変化、こんな風になったのかもしれないね。よかった、面白いね。うん、というわけで、まあ、なんつったら、どうしよう。まあ、新しいものいろいろできてて、お城の方もね、まだ作り直したりとか、拡張したりとか、あと、まあ、廃校の村という別の村もいろいろ拡張していきたいと思ってるんで、うん、これからみんなでまた楽しんでいきましょう。それではまた。